今日の Q クエスチョンはですね、捜査用の似顔絵どう描くのです。似顔絵を描く警察官はどこを意識しているのか、県警が開いた講習会を取材しました。釣り目でしたって言った時に皆さん勘違いするのは、上腕腱は上げるけどそれは罰ですよ。違う、そんな人はいない。じゃあどうすれば釣り目でしたっていうのを正確に描くことができるかっつったら、下眼腱、下まぶたが大事なんですよ。下まぶたが大事。ビビビビビビ。県警が開いた似顔絵講習会、県内の警察署に勤務する若手警察官28人が参加しました。講師はこれまでに400枚以上の捜査用の似顔絵を描いてきた似顔絵捜査歴15年のベテラン警察官です。最初はある程度の卵型を描いて、カクカクしてるんだったら削っていけばいいんですね。削って変化させて、その輪郭の形状に近いものを作っていけばいいんです。捜査用似顔絵ってめちゃめちゃうまい必要ってないんですよね。追うのは芸術じゃない、犯人なんですね。講師が犯人の目撃者役となり、受講した警察官が犯人の特徴を聞き出します。はい、あ、全体的な輪郭とかはどんな感じですか？あ、細いっていうか普通っていうか、そうですね、普通中肉とか、なんかそんな感じだと中肉より少し細いのかな、中肉くらいかな。引き出した特徴をもとに想像を膨らませて鉛筆を走らせます。県警によりますと、去年似顔絵を捜査に活用した事件はおよそ370件。14年前に浜松市で起きた独居女性殺人事件では、女性の家を訪れた男の似顔絵を警察が公開し、情報提供を呼びかけました。似顔絵捜査ではどこを意識するのでしょうか。うまい下手ではなく、下手な絵でも特徴を誇張すれば必ず似てきます。マス目上の基準線に沿って描くといった基礎はあるそうですが、大切なのは特徴を捉え再現すること。例えばこちらのモデルであれば、眉が薄い、武将髭が生えているといった部分を中心に表現していきます。私もなんか鑑識をやっているので、捜査に携わる機会も多いので、それからまあそういう性犯罪とか今多くなってきているので、活かせるかなというふうに思っています。